吉宗評判記暴れん坊将軍。だって四水器を売りつけるとは食ってやらだ。ちょっと待ってください。あのね、このおけね、インチキでも何でも足んねえっすわ。これはね、私がね、作った飛び切り上等な丈夫で長持ちするおけなんです。決してめ組の皆さんに迷惑かけるな品物はございません。バカ野郎、毛桶が一つ600万とはどういうことだい。その上こんな格好しやがって勘弁できねえ。来ろ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 。買わねえからすまきにして大川へ放り込んじまえ。勝手だ。おい、ちょっと待て、一体どうしたんだ。どうも僕もありませんよ。見てくださいよ、めぐみの反転かっぱらって用水容器を押し売りしてやん。あ、お客様、お客様を助けてください。こんなの勘弁だな。二度としねえからね。おい、待て、おい、本当にお部屋か。はい、私六軒ぶり長屋の善六という歴としてお客職人でございます。それがちょっとした出来心でこんなことやってしまいまして、もう二度とやりませんからお助けください。どうか神様、仏様、お武家様、お願いいたします。弁さん、関取、許してやってくれんか。大川へ放り込んでも牢屋に入れても後味が悪いだけだ。だけど新さん、いいか、二度とこんなことするなよ。二度とこんなこといたしません。どうもありがとうございました。ありがとうございます。地獄に仏とはこのこっちゃな。笑い事じゃねえ。兄貴よ、腹減ったな。ほんまやな、腹減ったな。先輩、ちょっと待っとる。ええもんあった。これをパクって腹の出しになれろ。食え。カオケ屋が用水を受けたバチだな。こんなもんネズミも食うか。おい、ほら、クマさんやろ。兄貴、なんか悪くなったな。おら、おもやな。おい、先輩、これはお前先やないか。先ってだから、先言ったら、金言ったら小判と同じ値打ちがあるぞ。頭駿府行ってんのか。いや、品川一緒に行こうと思っていたのに。あら、新さん、品川何しに行くの。うん、講義の船着き場を作ってるんで、それを見てこようと思ってな。またまた、本当は違うんでしょ。これこれこれ、お供しますぜ。中身がやね、そうはいきませんよ。明日は町内中のドブさらいです。そうそう、それからね、お稲荷さんの屋根を直して庭橋の修繕をして、仕事なんかいくらでもあるんだからね。ねえ、新さん、久しぶりだからさ、私ごともしようかしら。お姉ちゃん。ねえ、新さん、いいだろう。うん、まあ、いいだろう。わあ、嬉しいね。ちょいと、どの着物着ていこうかな。あ、ちょいと若作りしていっちゃおうかしら。
しろね。助かりますよね。こいつはひどい。顔中切り刻まれている。ん？肩口に古傷がある。兄貴よ、熊蔵や。どうするよ。心配いらんわい。ちょこっとの間江戸離れたらわからんやろ。こんなもんな、縁起でもないさかいバーッと突っ込んでこましたろ。な、来い。ああ、助かった助かった。行くのいい魚だよ。おい、行くわ。どうだ、だけどこの船着き場も随分大きくなったもんだね。うん。これで上方からの荷船も品川で降ろせるな。あ、ところで、おかみさんの用事は何だ。人探し。人探しというと。そう、おじょるさんなの。いやー、だったね。あら、お兄さん、しばらくね。しばらくだったわね。ねえ、新さん、この辺でおじょるさん呼んだら高いんだろうね。あ、それは高いだろうな。新さん、新さん、あ、どうも。どうよ、いろいろお世話になりまして。全力じゃないか。あれ、新さん、こちらどちらさんで。いや、めぐみのおかみさんだ。あ、そうでっか。いや、私またね、新さんのね、これかいなと思いましたから。おいおい、冗談言うなよ。おかみさん、私あの新さんのダチ公でね、善六と申します。なんであのこっちね、私の射程でね、千八なんだ。千八です。お見知りおきを、どうぞよろしく。さあ、新さん、早速行きましょうか。向こうにね、滝川っていう店でね、えらいべっぴんばっかり揃えてる店があります、ね。行きましょう。滝川、おい、どういうことだ。決まってるやないですか。命の恩人の新さんと分かってて、素通りができまっか。おい、お客様、お客様。おいでなさいまし。誠に申し訳ありませんが、ただいまちょっと。あんなら、他の客なんかな、みんな放り出してまい。これかい。これを見ろ。ほう、これは砂金。砂金ではございませんか。文句あるか。いいえ、とんでもございません。さあさあ、どうぞどうぞ。おい、小さい目を待てくれ。誰からお届け、お届け。なに、なかった。はい、切り捨ててから念入りに改めましたが、見つかりませんでした。おそらく途中でどこかに投げ捨てたものと。いや、しかし命がけで盗み出したものをみすみす捨てるとは思われる。途中何者かに会わなかったか。そういえば二の橋の近くで。そうだ、第八車の確か桶を積んだ連中に。その他には。いえ、よし、すぐ探しなさい。はっ。うちの出入りの大工さんがね、この前ここへ上がったんだってさ。そしたらさ、江差し屋のお嬢さんがお嬢さんになってたって言うんだよ。私もびっくりしちまってさ。江差し屋のお嬢さん。江差し屋さんってさ、両国一番の海鮮問屋だったんだよ。うちのごひいきでさ。ところが5年前、大旦那さんが乗ってる船が沈んじまってさ、それから間もなく潰れちまったんだよ。そこの娘がお嬢郎に。お鈴さんって言うんだけどね、ここじゃおりんって言うんだってさ。お客様、おりんが参りました。あ、あんたは触ってていいよ。え、おりんさん、お入り。おりんでございます。どうぞよろしゅう。お鈴さん、やっぱりお鈴さんね。お鈴さん、ちょっと待って。お嬢さん。違います、私。え、あ、やっぱりお嬢さん。沖合の全力ですわ。お嬢さん、話して。いやいや、死んでも話ばっかりな。ねえお嬢さん、なんでこんな格好されまんや。ねえ。違います、人違いです。話してください。お嬢さん、もう大丈夫よ。お嬢さん、こっちいらっしゃい。全力さん、お嬢さん呼んだのは私なのよ。善六さんもお嬢さんも向こうで話を聞かせてね。
美景でございます。そうだったの、かわいそうにね。知らんかったな。いやわしはね、この餌屋の大旦那さんから仕事を戻ったんですけど、船荷に使う樽を作らして戻ったんです。お棚が潰れてしもて、その後番頭の御助がこのお嬢さんを引き取ったと聞いとったんですけど、まさかこんなことになってるとは夢にも。腐ったらみがもう義理も人情もないんだね。金の切れ目が縁の切れ目、お嬢さんお嬢屋さんに置いて逃げちゃうなんて。私どうかしてたんです。お父っつぁんと兄さんが海で死んでからは生きる望みもなくなってしまって、それで番頭の御助の言いなりに。そりゃしょうがないわよ、世間知らずのお嬢さんだったんだもの。善六さんどこ行くの？こうなったらね、わいがお嬢さん身請けしたら話つけてみますわ。ちょっと善六さん、あの金では不足かもしれん。あまり持ち合わせがないが、これも加えて一応ご亭主に話してみてくれ。新さん、お嬢さん待っててね。一つ聞きたいんだが、エサシアの船はどうして沈んだ？松前からの帰りに日立の沖合で船火事を起こしたんだそうです。乗っていた者は一人も助からなかったそうです。あと20両不足でございますが、この証文は一応お返しいたしましょう。ただし、お凛の身柄を今すぐ引き渡すわけには参りませんな。もちろん、これからはお客の前には出しませんが。よっしゃ、あと20両必ず近いうちに持ってきたろ。その代わりな、約束破れがあったらお前のドタマ買っちまったさかいな。ええな、こんなもん持ってくれがって、お前はお前。エサシアの一件調べてくれたか？はい。エサシアは松前藩の御用達、早速藩邸に問い合わせたところ、意外な事実が。おう、意外な事実とは？はい。5年前に日立沖で沈んだ船には、松前藩の御用金、砂金で3万両ほど積んであったそうです。砂金で3万両？それは大金じゃの。で、事故の様子は？松前藩の加古頭も含めて全員が死亡、流れ着いた船板などから船火事と判断したそうです。目撃した者は？近くの村人が何人か火の手を。しかし生存者もなく、詳しい様子は未だに不明で。忠相、その近くの村へ使者を出し、その時の様子をもう一度詳しく調べてくれんか。は。上様、何か不審な点でも？いや、ちょっと気になることがあってな。半蔵、松前藩の江戸表の様子、それとなく調べてくれ。心得ました。おいおい、早くしてくれよ、早く。おう、下方村の仏さんじゃねえかよ。おめえたちは棺桶屋だろ。様子よけなんか作ってるからダメなんだよ。やがめしい、棺桶の裏にさら様子よけ作っとんじゃないか。わからんのか。だいたい上様がいかんのじゃ。せっかくくたばれかかっとる連中はやな、養生所なんか作ってそこへ回すさかいに、こっちは商売上がってるやないか、お前。だから言っただろ、棺桶屋は嫌だってよ。うるせえよ、お前。何すんだよ。おい、そろそろ出棺じゃねえかよ。出棺もへじまもあるか。そんなな、七夜のクソじじいな、裸で担ぎ出したらい。おい、先輩じ、おぼれない。もう行こう行こう。おい、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 いただよ。兄貴、どこ行くんだよ。めぐみや、この用水桶と手桶を肩にしてな、おかみさんから20両貸してもらうのじゃ。そんな、とても無理だよ。いくら昔の知り合いだってよ、今は女郎じゃねえかよ。だから兄貴、二度とそんなこと聞いてみ。お前なんか桶作ったぞ。ええか先輩、あのお嬢さんはな、わしが一番最初に
惚れて惚れて惚れ抜いた磯のアワビのお嬢さんだよ。そやけどあの頃のお嬢さんはほんま天女みたいなお嬢さんやったな。汚れなき白百合、桜の花のようにほんわかとあったかで、優しい優しいお嬢さんやったんや。大丈夫、大丈夫、善六さん。それに比べて番頭の小助はほんま憎たらしいやつやった。まるでゲジゲジ虫や。これ、おけや、おけや、えい、えい、えい、これ、えい。なんだこのおけは。こんなもん使えると思ってんのか。ほら、ちょっと全部作り直しといて。あんた、ほら、むちゃくちゃですわ。何？何がむちゃくちゃだ。だいたいおけやくせえが出しゃばってたの。よし、分かんなきゃ分かるようにしてやろうじゃないか。もうちょっとすげえな。何をするのよ。おけやさんだって立派なお仕事じゃないの。ひどいことするのね。こすけなんか大っ嫌いよ。嫌いで結構でございますよ。善六さん、大丈夫？お嬢さん、堪忍してね。その代わり、はい、これあげるわ。昨日縫っておいたの、紙入れよ。お嬢さん、早く大きな桶屋さんになってね。善六さんならきっとなれるわよ。お嬢さん、わしゃな、一生懸命働いてこの紙入れに小判をぎっしり詰めて、おかげさまで江戸一番の桶屋になりましたと、お嬢さんにそう言いたかったよ。今じゃ逆さに振ってもチャリンとも言わねえ。兄貴もついてねえよな。そりゃお前、江差し屋さんが潰れてしもたさかやないか。それにしてもお嬢さんの苦労に比べたら月とすっぽんや。20両か。兄貴、兄貴、ちょうどこの辺りだ。おけや、覚えてるな。あの時に預かったものがあるはずだ。やはりそうか。どこにある。おたら死ぬ前で何をするかね。死ぬ前で死ぬ前で死ぬ前で。みんな散らっちまったよ。あらい、どこでだ。待て、砂金の行方がそれほど気になるのか。そう、新さん、またええとこ来てくれた。ありがとう。どうやらあの砂金が災いのもとらしいな。今の江戸家老森川内伝の将は当時は勘定奉行をしていたそうだ。かなりの切れ者だという噂だわ。うん、あの浪人者ただ者ではないな。一応ご家老のお指図を受けてからだな。によると大岡の手の者かもしれんな。御前、昨日江差し屋の船火事のこと大岡より問い合わせがあってな。ではあの砂金を手に入れたのかもしれん。下手に隠し立て疑惑を深めてもかえって面倒は。一応の筋だけは話しておいたが。しかし御前、松前藩の御用金、たとえ海へ沈んだとて公儀に文句を言われる知り合いはない。ですがあの浪人者が患者となれば放っておくわけにも。御前、切りましょう。いや、これ以上の深追いはいたすな。御前、かえって面倒なことになる。大岡とて顔もわからぬ熊蔵の死骸と一握りの砂金だけではどうにもなるまい。近日中に
砂金は大阪へ運んで職に出す。その段取りを始めてくれ。はほ。じゃあその熊蔵って人がどっからか砂金を持ち出してきたってわけよね。うん、熊蔵が殺されたとこ見るとどうせ汚ねえ砂金にちげねえ、しかももっとたくさんどっかにしまってあるのにちげねえ。そうそう、そのありかを突き止めて恐れながらと訴え出てみろよ。そうそう、がっぽりとご褒美がいただけんじゃねえかい。兄貴、俺なら届けねえでそのままいただきよ。おい先輩、おめえも男なら一応やってみろよ。よし。大川の死骸も熊蔵だったのか。はい、それは間違いないです。なぜ喧嘩で切られた肩口の傷がありましたからね。で、熊蔵がどこの屋敷へ行ってたか知ってんのか。いや、それがわからんのですわ。なぜあの時1年ぶりぐらいで会うたもんですからね。それよりおすずさんの方が先よ。ここ20両あるからすぐ迎えに行ってきて。おかみさん。ああ、待って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 、おう、熊子だ。お嬢さん、お迎えに上がりました。おり、長い間ご苦労だったね。辛かったろうが、今日限りお前はもう自由だ。この通りだよ。泣いたら飽きまへんがな。お嬢さんのね、可愛いお顔が台無しでんがな。ね、お嬢さん、これでほら涙拭いて。ほら。いずこかに大量の砂金を隠匿している様子です。引き続きお園が見張っております。その砂金、ことによると5年前の半蔵、お園と協力してその砂金の隠し場所を突き止めてくれ。はい。ことはみんな忘れてね。さあ、できたわよ。おすずさん、顔上げて。おやおや、恥ずかしいの？世間の人に顔向けができません。こんな私、こんな私。おすずさん、何を言ってるの。さあ、顔を上げて鏡を見て。おすずさんに顔向けできないのは世間の人たちよ。だって誰一人おすずさんを助けようとしなかったんだもの。おかみさん。おすずさん、もうこれ以上自分を責めるのはやめて。おすずさんが苦しめば私たちだって辛いのよ。亡くなった大旦那さんだってお兄様だってきっと。おすず、強く生きてくれ、胸を張って生きてくれって、そう言ってるに違いないわよ。鏡を見て、鏡を見て、ほら。一度は大水の泥水に浸かって汚れた白指だけど、今はパッと生えた、咲いて、とっても綺麗よ。誰より美しいわ。ねえ、そうだろ、おまっちゃん。そうよ、そうよ、とっても綺麗よ。兄貴よ、おすずさんを入家してからどうするんだ。決まってるね。江差し屋の看板をもういっぺん両国にあげたんじゃ。看板をあげる。お棚を元通りにするっちゅうこっちゃ。ああ、するとお金がうんといるだろうな。まあ、二三千両はいるよ。二三千両。兄貴、おいらよ、熊蔵が出入りしていたお屋敷を知ってるぜ。おい、なんでまたそれ入らへんの。だってよ、殺されただろ、喋るとヤバいだろ。どこの屋敷。佃島の屋敷だよ。この前釣りの帰りによ、熊蔵が入ってったの見たんだよ。
森川内伝の将が寮として使ってる屋敷だそうだ。大変な警戒ね。暗くなるまで待とう。お願いします。 お願いします。なんだお前は。神屋敷から大根漬けを頼まれやしたんで。大根漬け、よし、勝手口を置いてこい。開けろ。早馬で日立より連絡がございました。船の沈んだ場所は割合岸辺に近く、村人たちの話によれば流れ着いた幾人かの死骸は手足がもぎ取られたようなものもあり、船板や積み荷の箱もバラバラになっていたそうです。そしてその船は前日近くの港で二人の役人を降ろしていることが分かりました。それは一体どういうことじゃな。火薬だな。火薬の樽を密かに船底に積み込み、二人の役人が日立沖にて爆発するよう細工を仕掛けた。そしてその港で下船した。おそらく。そして後日海底から砂金を回収したものと思われます。なんということを。上様、ではその張本人は。当時勘定奉行を務めていた森川内膳の将。しかし証拠の先が見つからねばどうにもなるまい。この屋敷内を調べる。その他はあの蔵を調べてくれ。はい。大根の中より出たる大根焼き魚。遅かったじゃねえかよ。こら先輩、なったき盗みだけしやがって。ほんまに午前は砂金を大阪へ運んで鉄砲を集める算段のようだな。鉄砲。なぜか。松前藩を乗っ取り蝦夷地を支配する。まさかそれ。いや、午前はそのつもりだ。天領の金山を抑え外国と交易する。蝦夷地を幕府の支配から切り離すことが最後の目的だ。本気なの。あの船を沈め三万両を奪ったのもそのためよ。三万両あれば五百丁の鉄砲が買えるからな。すでに矢は放たれたわけだ。くせ者だ。
他にもいるかもしれんぞ。探せ探せ探せ。全六たちだ。まずいな。夜が明ける頃、森川内膳の将も一帯を引き連れて中へ。鉄砲まで持ち出しての厳重な警戒にございます。少し待とう。連中たちも急いで砂金を他へ移すはずだ。その機会を待って砂金を抑えるんだ。こいつ、あの浪人者は何者だ。いられいられを船を出す。沖で始末をつける。近ぐらいでも放り込んでおき。裏へ行ってみよう。はい。何者だ。全六の知り合いの者だ。会わせてもらおうか。半蔵殿。はい。まずい。単身乗り込まれるおつもりだ。待て、しばらく様子を見よう。一人で乗り込んでくるとはいい度胸だ。しかし貴様もいずれは血道を吐くぞ。おい、こちらから目を離すな。あ、あ。兄さん。全六。先輩が、先輩がめちゃくちゃやられて。先輩、しかし。ひどいことを。先輩、先輩。新さん。先輩、おい、しかし、お前、兄貴、おおい、えが、わしゃな、もういっぺん餌しような、元通りにして、江戸一番の保険で職人になったのさかいな、お前のこともな、立派な一丁前の職人にしたんやないか、おい、兄貴、おお、あんな、餌しゃの樽はごついぞ、江戸からはな、酒とか油運んでくるし、松前からは塩漬けとニシン餃子運んできようにゃ大だれや。おいらにも作れるか。わしがそれは教えたんだよ。何かお前は。ええが、ええ刺し屋のな、タルを作れるということはな、一丁前の職人や、江戸一番の職人やないか。そうなるといいな。ならえでかいお前は。おい、先輩じ、お前はな、俺のお前、たった一人の、たった一人の可愛い弟子やないか。けど、兄貴は、お鈴さんが好きなんだろう。それどころとは話は別じゃ。お前をな、一丁前の職人にするためには、わしかて嫁やいるがな。それじゃあ、おけやを、おけやをずっと、続けてくれよな、兄貴。わかってらんなこと。おい、先輩じ、しかし、しかし、おい、おい、兄貴、こんなとこで死にたくねえ。兄、ずっと出んだ。おい、先輩じ、おい、おい、死んだよな、死んだ、おい、
先八は死んだ。疫病らしい。何？先八たちは看護ケアだ。昨日疫病のものを扱ったそうだ。お前たちも死にたくなかったら仏さんを外へ出した方がいいぞ。よし、騒ぐでないぞ。開けろ、早くしろ。松前藩の門だな。三万両の砂金に間違いないな。清水だ、早く運び出せ。何を知ってこい。おい、先輩に、先輩に。上様もなかなかやりますな。よし、急げ。貴様も船に乗ってもらおう。連れて行け。おい、国は。まもなく橋家船が来るぞ。警戒を厳重にいたせ。待て。何事だ。その暴隊、暴隊船。の手先か。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。森川、よく見ろ。覚えがあろう。あ、上様。え、上様。森川内膳の将、五年前船火事に見せかけ、その二人の配下に江差屋の船を爆破させ三万両の砂金を横領。こともあろうに蝦夷地の支配を企むとは言語道断。断じて許せぬぞ。この場にてせめて松前藩の武士として潔くいたせ。何を証拠にそのような。証拠はこれだ。見苦しいぞ森川。上様と出が回る。切れ、切り捨て。Thank you.
松前藩江戸家老森川内膳の賞は病死と届けられた。上様。伝六。先発を手厚く弔ってやれよ。江差屋の最高は町奉行所の助けがある。伝六、風来坊の徳田新之助ならばお前の気持ちをおすずさんに伝えることができるぞ。どうだ、任せるか。上様。おい、それではダメだな。それじゃあ恐れながら新さん。善六さんが私を。本当でしょうか。ああ、本当だと。この世におすずさんほど美しい人はいないと言っていたぞ。では善六のお嫁さんになってくれるかな。そうか、そりゃよかった。おい善六、善六。善六さん、でもさ、おけややめないでよ。せっぱちさんのためにもね。へっ、もうそれはあの船も作れますしね、おけも作れました。へっ、せんぱち、あれもこれもみんなお前のおかげ。ありがとうさん、おけに。善六さん。いや、あれはね。新さん、まもなく江差屋の看板が両国に。ああ、頭と二人で仲人の方も頼むぞ。うん、もちろん任しといてよ。それではここらで胴上げと行こうじゃねえか。お江戸の空は春が過ぎ、桶屋の全禄嫁もろた子供が生やす声がする。トン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 木槌の音に将軍様もご満悦。キラリと光る金の砂、それは人の心にあったの。人の心の金の砂、人の心の金の砂。茨の道だとて決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっとこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は上様の花嫁御寮につきましては、かねがね頭を痛めておりましたが、いい姫君が見つかりましてな。はあ、女なんてつまらない。上様はきっと素晴らしいお方でございましょうね。上様は剣術やお馬がお好きな乱暴者とか、熊と相撲でも取ったら似合うでしょう。アクション。一度姫を守るのじゃ。なに、綾姫がさらわれた。あらら、綾さん。姫を切れ。できません。次回、将軍の花嫁なんて嫌。どうぞご期待ください。